お疲れ様。今月も大変だったわね。何、いつものことだ。それよりも送金の方はよろしく頼む。わかったわ。 IBC 経由でいいのね。それにしても依頼を回してる私がこういうのもなんだけどさ、あなたもうちょっと仕事を減らした方がいいんじゃない？しずくちゃんだって寂しがってるでしょうに。ごめん、これは言わない約束だったわね。それはそうと、レマンソー本部からの連絡がまた来ていたわよ。いい加減受けてくれる気はないのかって。またそれか。その件に関しては何度も断っているはずだろう。まあ総本部としてはカシウスブライトの代わりを揃えておきたいんでしょうね。あなた彼の弟弟子なんでしょ。実績だって引けを取らないんだし、いい加減観念したらどうなの。残念だが彼と俺では役者が違いすぎる。実績にしたところで彼のように国家的な問題を解決したわけではないからな。正直身に余る話さ。国家的な問題っていうならデミフェリアの件があるじゃない。対抗閣下から勲章ももらったんだし、実績としては十分すぎると思うけど。あの件は本当の意味で解決できたわけではないからな。広告での目は潰したとはいえ、一部の黒幕は取り逃がしたままだ。本来なら勲章など辞退したかったんだが。まったくもう生真面目すぎるんだから。せめて昇格でもすれば逆に少しは落ち着くんじゃない。今月だけでも100件以上。尋常じゃないわよこの仕事量は。無理をしているつもりはないさ。列車と飛行船の便数も増えて自治州外への出張も楽になった。頼もしい助っ人たちも来ることだし、今後は一息つけるだろう。あの子たちか。まあ確かに期待の大型新人ではあるわね。少なくともあの支援課の坊やたちよりは何倍も頼りになりそうだわ。ごめんください。あら、早速来たみたいね。こっちよ、上がってきて。あ、2階。失礼します。こんにちは、ミシェルさん。アリオスさん。よかった、ちょうどいらっしゃったんですね。ま、偶然だがな。3ヶ月ぶりになるから。2人ともよく来てくれた。ほんと、あなたたちがうちに来てくれるなんてね。うんうん、これで当分クロスベル支部も安泰だわ。買いかぶりすぎだと思いますけど。ご期待に添えるよう頑張ります。改めまして、声優劇師エステル・ブライト並びにヨシュア・ブライト、遊撃士協会クロスベル支部に正式に所属させていただきます。遅いな課長、そろそろ朝のミーティングを始めたいんだけど。さすがに課長抜きで始めるわけにはいかないものね。うん、こんなことなら二度寝すりゃよかったな。そんで昼過ぎに起きてからカジノあたりに遊びに行くと。典型的なダメ人間ですね。遅れたな。課長、おはようございます。おはようございます。早速ミーティングを始めますか。いや、その必要はない。先ほど本部から連絡があった。今日はお前らに特別任務を引き受けてもらう。特別任務？なんかうさんくさい響きだな。この前のような捜査任務ということですか。残念ながら俺も知らん。まずは警察本部に行ってこい。お前らの客人が待ってるはずだ。
またあの嫌味な副局長に呼び出されることになるとはな。一体何の用だってんだ。客が待ってるって言ってたし、ただ嫌味や小言を言うために呼び出したんじゃないと思うけど。どの道嫌味は聞かされそうな気がしますが。そうね、ま、流しておきましょう。特務支援課所属、バニングス以下4名、参りました。はい、入りたまえ。失礼します。あれ、あの制服は警備隊だったかしら。ゲゲ、あら、ご挨拶ね、ランディ・オルランド。何がゲゲなのかしら。いや、少し意表をつかれたっていうか。なんだ、知ってるのか。やましいことがありそうな反応ですね。ガフンガフン、君たち敬礼したまえ。こちらは警備隊の副司令を務めておられるソーニャ兄さんだ。警備隊の副司令。失礼しました。ニサというと普通の軍隊では中佐に相当するはずですが、そんなに偉い人なんですか。偉いも何も、実質警備隊のナンバー2だぞ。指揮官としてのカリスマなら間違いなくナンバー1だけどな。堅苦しくしないでちょうだい。あなたたちが特務支援課ね。あ、はい。本日は自分たち特務支援課に何かお話があるとか。光栄に思うがいい。君たちごとき役立たずの新米をこの場に呼んでやったのだからな。副局長、この場はどうか私に。ですが、わかりました。すべてあなたにお任せしましょう。ありがとうございます。改めてクロスベル警備隊の副司令ソーニャ・ベルツよ。今日はあなたたち特務支援課の力を借りに参上したわ。まずは一通り話を聞いてくれないかしら。魔獣の被害調査。ええ、そうよ。ここ一月余り自治州各地で特定の魔獣被害が相次いでいるの。その調査の手伝いをあなたたちにお願いしたくってね。ちょっと待ってください。クロスベル市内ではなく市外での魔獣被害の調査ですか。あら、不服かしら。いえ、そんなことは。その警備隊の方でもすでに調査されているのですよね。その上で私たちが手伝う余地などあるのでしょうか。それが大ありなのよ。普通の魔獣被害というにはどうも不可解なことが多すぎてね。うちの調査だけでは手詰まりになってきているのよ。だから別の視点を入れておきたいってところかしら。別の視点ですか。そう、警備のプロではなく捜査のプロとしての視点をね。その意味では別にあなたたち支援課でなくてもいいんだけど、例えばエリートと名高い捜査一課とか。いや紹介したいのは山々なんですが、何分忙しい連中でして。はい。とまあ、いろいろ事情がおありのようだからあなたたちを指名させてもらったの。迷惑だったかしら。いえ、わかりました。そういう事情があるなら喜んで。それで魔獣被害の調査というと具体的には何をすればいいんでしょう。ノエル、例のものを。はっ。どうぞ。あ、どうも。あれ、この人。どうしましたか。いえ、すみません。どこかで見た気がしたけど。これは警備隊の調査報告書ですね。こちらの調査で判明したことは一通りそれに書かれてあるわ。まずはその調書だけを見て、あなたたちには捜査に入ってほしいの。余計な先入観を与えないためにもね。なるほど。そういうことであれば後ほど拝見させてもらいます。
お願いするわね。それでは申し訳ないけど、我々はこれで失礼させてもらうわ。今後は支援課と直接やり取りするから、何か分かったら報告をちょうだい。了解しました。副局長、どうもお邪魔しました。 いえいえ、また遠慮なくどうぞ。どうやら結構馴染めてるみたいでね。いやまあ国境監視や演習よりは楽しく過ごさせてもらってますよ。それは結構。私も紹介した甲斐があったわ。ノエル、行くわよ。はい、それでは失礼します。やれやれだぜ。ひょっとして警備隊での上官だったのか。いや、直接の上官じゃないけどな。訓練や軍事演習で何とか指導を受けているんだ。美人なのに怒らせるとめちゃくちゃ怖いんだよな。ランディさんの場合は生活態度が原因なのでは。そうね、なんだか女性問題でいろいろとトラブルを起こしてたらしいし。そういえば副司令に付き添っていた女性隊員も知り合いなのか。いや、見たことのない顔だったな。多分副司令が任されているタングラム門詰めの隊員だろう。おい、そういやお前なんか気にしてたみたいだな。なんだなんだ、ひょっとして一目惚れか。あら、じー、いやそんなんじゃないってば。ただどこかで見かけたような気がして。おふん、なあ、君たちはいつまでくだらない話をしてるのかね。ひょっとしてあれか、セルゲイあたりに言われて私をバカにしに来たのかね。いやそんな。その失礼しました。ならばとっとと出てきたまえ。まったく揃いも揃って私の忠告を無視しよって。それが何を意味するのかは当然わかっているのだろうね。おいおい。まあせいぜい野山で魔獣探しにでも明け暮れるんだな。なんだったら全員そのまま警備隊に移ったらどうかね。あの忌々しいセルゲイと一緒にな。失礼します。ったく、いやみったらしい野郎だな。耳栓が欲しかったです。まあ今のは私たちにも少しは火があったわけだから、さすがに少し暴言が過ぎると思ったけど。まあいい、目くじら立てても仕方ない。とにかく一旦戻って調書に目を通してみよう。その上で捜査方針を決めて動く必要がありそうだ。そうね、どうやら普通の魔獣被害じゃなさそうだし。不可解なこと一体何なんでしょうか。
これは本当に各地で起きてるのね。ほとんどニュースになっていないみたいだけど。ふん、なるほどな。どうやらただの魔獣被害じゃなさそうだぜ。狼型魔獣、クロスベルの固有種でしょうか。さすがにちょっとわからないな。ただ被害の起きた場所でははっきりとした足跡なんかも残されているみたいだ。そういう魔獣がいるのは確実だろう。でも警備隊の捜索では未だに確認されていないのよね。それがちょっと気になるけど。ああ、姿を隠しているんなら相当ずる賢い魔獣みたいだぜ。こりゃ凄腕の狩人かなんかを雇った方がいいんじゃないか。そうですね。私たちが動いたとして何かできるとは思えませんが。ロイド、どうしたの？なんだ、また何かひらめいたのか。ひらめいたってより、捜査という観点からこの魔獣被害を調べるんだったら何がポイントになるかと思ってさ。捜査の観点から魔獣被害を調べる。例えば一連の魔獣被害を事件として捉えたら、この場合犯人は誰になる？そりゃ報告にもある狼型魔獣ってやつだろう。どうやら一匹だけじゃなくて群れで行動してるみたいだが。だったらもう一つ、その犯人のプロフィールと動機についてはどうだろう。そいつは。なるほど、この長所からはそれが見えてこないわけね。ああ、知能が高い魔獣なら普通は人里には近づかないはずだ。飢えているのが動機だとすると病院の被害報告なんかは不可解すぎる。だったらそれらを説明できる何らかの真実があるんじゃないか。ふん、確かに理屈ではそうなりますね。そうすると捜査方針は決まったわね。ああ、とにかく被害に遭った場所で関係者から話を聞いてみよう。少なくとも俺たちのやり方でこの調書を保管することくらいは最低限できるはずだ。そうね、少しでも警備隊の役に立てれば無駄にはならないわね。ああ、助かったぜ。闇雲に野山を駆け回って魔獣狩りする羽目にならなくてよ。それでロイドさん、聞き込みをするとしてまずはどこから行くんですか？そうだな、まずは最初に被害に遭ったアルモリカ村に行ってみよう。一番被害が具体的だし、少しでも魔獣の特徴をつかんでおいた方が良さそうだ。なるほど、いいかもしれないわね。アルモリカ村は確か町の北東だったわよね。なあ、東口に出て動力バスに乗ればいいはずだ。それと今回は初めての市外活動だ。行った先で何があるかわからない。準備を済ませてから出発しよう。だな。念のため他の支援要請もチェックした方が良さそうですね。
ー